はい、皆さんこんにちは、橋本です。今日はですね、はい、じゃじゃん、こちらのパッケージがかわいい、アンドウルフのアイシャドウを使ってアイメイクしていきたいと思います。で、今日はこっちです。こちらのマジックアワーっていう色味を使ってアイメイクしていきたいと思います。今実際にこれ仕上がった状態です。マジックアワーっていうお色味はこんな感じですね。ゴールド、オレンジブラウン、シルバーグレー、シルバーブルーというか、そんな感じのお色なんですけれども、こんな感じで仕上げてみました。はい、なんかアンドウルフって今時の大人女子っていうか、なんていうのかな、オーガニック系女子っていうのかな、はい、なんかそんなイメージなんですよ。ちょっと濡れ髪に無造作なヘアに、透明感のある肌にこういうアイカラーとか使うっていうね、はい、それに極力できるだけそれにできるだけ近いイメージで作ってみました。全然それには程遠いんですけど、ちょっと若さはないんですけど、はい、それではスタートしたいと思います。どうぞ。はい、では始めていきます。今回はなんていうのかな、アースカラーを使って、中間色を使って、一つ垢抜けてる感じ、はい、そんな感じでアイメイクしていきたいと思うので、眉毛もいつもよりちょっとこうボサ眉、ボサっとした眉わかります？なんかこうちょっと太めの、これ以上いくとちょっと間抜けな感じになるっていうような、わざとボサッとした眉毛を描いてます。はい、これでですね、まずこの2色上まぶたに使っていきますね。で、明るい方のこの色をゴールドですね、これはもう完全にホワイトゴールドみたいな、これをまぶた全体に塗ります。眉毛の下まで行って大丈夫ですね、私的には。そしてこの子ですね、この色を指で取って、イエローゴールドみたいな色です。はい、まぶたいきます。上まぶた、こうやって重ねると綺麗に、ちょっとオレンジっぽく出ます。この3色あるので、どんな感じに配色しようかすごい悩んだんですね。でもこれが一番しっくりくるなと思って、でマジックアワーってね、夕方の夕日が沈む感じじゃないですか、うん、こんな感じ、それを出したかったので。で、このブルーグレーなんですけど、これをこの目の際上と下に入れようと思うんですけれども、これだけだとちょっとね粉飛びするんですよ。で、私たちのもう年代になるとここガタガタになってるので、もうムラムラになるんです。なのでまずアイラインを引きます。キャンメイクの皆さんご存知、クリーミータッチライナーですね、これのブラウンを引きます。で、ぼかします。ぼかしますね、ちゃんとね。こっちも引きます。オーガニック系女子ってなんかこうあんまりアイラインマスカラってあんまりはっきりね出さないと思うんですよ。なのでこれ線で残すのではなくて面でぼかしていきます。チップでぼかします。で、このぼかしたアイラインの上にさっきのこのブルーグレーの色を入れていきます。
回やってみますね。ちょっと深みが出ると思いますので。こんな感じです。不細工な顔すいません。ウインクしてるわけではないです。すいません。そしてこの下いきますね。こんな感じで。ちょっとずつ夕日が沈みますみたいな。グラデーションかかってますみたいな感じですね。どちらかっていうとこの目の下をちょっとなんか青っぽくグレーっぽく残す方が綺麗かなと思うんですけど、もう私たちの年代ばっかり言いますけど、このワードばっかり使いますけど目の下グレーとか入れちゃうとやばいじゃないですか。だから本当にこのなんとなくブルーみたいな色味を入れるといいと思います。はい。で、インラインだけ引きますね。目の際のインラインだけ。今回がっつりリキッドアイラインとかでこうビヨーンと引くとかっていうのはしません。はい。で、まつげは、自然にまつげ上げて、でセパレートタイプのマスカラをつけたいと思います。セパレートなので、やっぱカネボウでいきますね。こちらのナチュラルフレーミングマスカラ。これマスカラも茶色でいいと思いますね。あ、茶色のマスカラがあったかなありましたが、モテマスカラですね。これモテマスカラのブラウンです。こういう時にね、カラーマスカラ使うとね、すごいね効果的なんですよ。もうすごいめっちゃヒートテック見えます。すいません。あ、これブラウンでした。ファシオのこれ使います。ネイビーとか紺色とかでもおしゃれだと思います。ネイビーが残念ながらないので、ブラウンで。アイラインはネイビーがありますので、マックのねネイビー、これを下に引きたいと思います。そうするとグッと締まると思うので、こんな感じで。これ本当に目尻だけでいいと思います。はい。リップいきますね。いつもの、リンメルのリップライナーと、シャインオンっていうね、ロレアルのリップと、これだとちょっとまだピンク寄りなので、同じくロレアルのカラーリシェっていうのかな。限定色ゴールド、これを入れます。
な感じです。でチークもちょっとイエローゴールドみたいな色を入れたいと思います。ナーズです。これ一色だと濃いのでシャネルのこちらのゴールドのハイライトを入れていきたいと思います。チークはちょっと中寄りに入れましょうか。こんな感じかな。はい。で最後の仕上げ、いつものシャネルのボーメイサンシエル。はい、前髪も下ろしました。こんな感じです。私的にはこのブルーグレーの色、これが結構シルバーっぽく出て、伸ばしていくとちょっとグレーっぽくなってくすみ色になるので、やっぱり締め色として目の下に入れるっていうこともあって、こういうネイビーのアイラインをこの際、本当にこの粘膜のところらへんですね、はい、これで締めました。はい、マスカラをあのネイビーとかにしてもねいいと思いますので、カラーマスカラ使っておしゃれに仕上げてもいいかと思いますので、チークは、ベージュオレンジにしました。でリップも、ベージュの上にちょっとゴールドをのせて、はい、この辺のね色合いと合うように、この辺りの色と合うようにしました。はい、どうでしょうか。なんかねやっぱりね、若い方のあのつるんとしたちょっとこうゆるい抜けた感じまではいかないと思うんですけど、私の精一杯のアンドウルフでした。はい、次回はこちらの色ね、これまあほぼ暖色、これがちょっとゴールドカーキみたいな色ですので、こちらをうまく使っていこうと思います。はい、今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。さよなら。